バントゥーボン家ハリントン・ホロミサの無ンドゥリで生まれ、1976年にトランス海防衛軍に入隊して、1985年には巡将に昇進した。1987年10月にはトランス海のジジョージマ・タンジマ首相を辞任の上、亡命させ、その後継であるステラシグカウ政権も転覆させた。1987年12月にはホロミサは、 トランス海政府の元首となり、1994年に南アフリカに再統合されるまでその任にあった。このクーデターは南アフリカから離れつつあったマタンジマ政権を打倒するため、南アフリカ政府が思想したものであったが、ホロミサは政権掌握後一層、南アフリカ離れを鮮明にし、アフリカ民族会議よりの姿勢を示して、南アフリカ政府と激しく対立するようになった。 1989年には、ホロミサはトランス会でアフリカ民族会議を合法化し、同等軍事部門の訓練も行われるようになった。1991年に憲法制定会議が開始されると、トランス会は ANC よりの立場で交渉に参加し、1993年に複数政党交渉フォーラムが開始された際も、ANC よりの立場を崩さなかった。 1994年4月27日、南アフリカで全人種選挙が実施されたのと同時に、トランス海政府は南アフリカに再統合され、消滅した。1994年の全人種選挙においては、ホロミサはアフリカ民族会議から出馬して当選し、1994年には同党の全国執行委員会委員に選出され、 南アフリカ共和国政府の環境、観光副大臣に就任した。1996年5月には、ホロミサは、真実和解委員会で、ステラシグカウラ ANC 幹部の大規模職事件を告発し、証言を行った。この証言によって、ホロミサの政治的立場は悪化し、1996年9月30日に、アフリカ民族会議から追放された。その後、 彼は1997年にアフリカ民族会議の元幹部だったジョン・テーラー、及び国民党を離党していた元憲法開発大臣でアフリカーナーのロエルフ・メイヤーと統一民主運動を決闘し、1999年に議員に選出された。ホロミサと統一民主運動はジェイコブズマ大統領に対する不信任決議を数度に、 渡り支持しており、2017年8月8日にも、不信任を支持した。ホロミサは、カイザーチーフス FC のファンであり、2015年には、ラジオ7 0 2人のインタビューで、チームへの愛を語った。ありがとうございます。